ありがとうを伝え忘れると一生後悔するよ。大切なのは問うことをやめないことだ。経験というのは莫大なお金に匹敵する価値がある。私はただ一つのこと、ただ一つの夢に行きました。人生は見たり聞いたり試したり、三つの知恵でまとまっているが、多くの人は見たり聞いたりばかりで、一番重要な試したりをほとんどしない。休息なんてあの世に行けば誰でもできるではないか。人が想像できるすべてのことは起こりうる現実だ。できるけどやらないだけだと自分に言い聞かせている間はできないということを別の表現で言っているに過ぎない。会議は発明の父である。知識人は問題を解決し、天才は問題を未然に防ぐ。大きい夢を持て、小さい一歩を踏み出せ。私は考えなかった。ただ探求した。無知を恐るるなかれ、偽りの知識を恐れよ。希望とは我々を成功に導く信仰です。実際に見ないとわからない。見ようとしなければ始まらない。天才とは無限に努力できる能力のことである。まだ足らないかもしれないと考える。物事には見えないものがある。それこそが重要かもしれない。天才とは本質を見抜く人である。青春は単なる人生の花盛りではなく、来たるべき結実の秋への準備の季節である。自然は我々の知性にとっては限りなく驚嘆すべきことを、最高度の容易さと単純さで行っているのだ。勇気ある者たちは全財産を失ったとしても、勇気そのものは決して失わない。地球は俺の遊園地だ。あなたは苦しんだ分だけ愛の深い人に育っているのです。花はなぜ美しいか、一筋の気持ちで咲いているからだ。陰口を言うのは暇な証拠である。友達に好かれようなどと思わず、友達から孤立してもいいと腹に決めて自分を貫いていれば、本当の意味でみんなに喜ばれる人になれる。知識を増やすほど想像できる。
相手の過ちを必要以上に追求した瞬間、不幸が始まります。技術よりも勝利への執念こそが大事だ。大人は子どもの頃の純粋なパワーをなくしてしまっている。まずできないことから発想してしまう。登りたい山を決めることで人生の半分が決まる。結果だけの成功に価値はない。仲間と共に作ってきた過程にこそ価値がある。人生で一番大事な日は2日ある。生まれた日と、なぜ生まれたかを分かった日。花はただ咲く、ただひたすらに。人間の幸福を技術によって具現化する。健康な人には病気になる心配があるが、病人には回復するという楽しみがある。結局、下手でも我慢強い人が残るんですよ。意識の高さと人生の充実度は連動している。地に、空に、平和を。恥ずかしいと感じることから進歩は始まる。信頼は相手のために払った犠牲の質と量に比例する。逆境に勝る教育はない。20代の借金は貯金や。自分との約束がある。このままでは倒れるというレベルを超え、我を忘れて練習する。つまり三枚鏡に入った人が本当のプロ。有名な人と普通の人を分けるのは、何かに打ち込んだ量の差だと思う。出会った人が先生である。人と出会ったおかげで自分とも出会えた。パーフェクトでないこと、それが人間であることの証であり、同時にその人の固有の魅力にもつながること。夢を実現できるか否かは、途中で諦めるかどうかにかかっています。必要なのは強い情熱。無駄は無駄ではない。たとえその恐怖が合理的であっても、挑戦するに値することであれば、その恐れをやり過ごして前に進むべきだ。世の中に自分で試してみないで分かることなんか一つもない。人生は見たり聞いたり試したり、三つの知恵でまとまっているが、多くの人は見たり聞いたりばかりで、一番重要な試したりをほとんどしない。
できるけどやらないだけだと自分に言い聞かせている間は、できないことを別の表現で言っているに過ぎない。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。